クルードラゴンでもマイナス2は2020年5月30日に打ち上げられたスペース X 社のクルードラゴン宇宙船による有人試験飛行ミッションである。ミッションはアメリカ航空宇宙局の商業上院輸送開発に基づくもので民間企業による宇宙船としては初めて有人での宇宙飛行を行い2名の宇宙飛行士を乗せて 国際宇宙ステーションへのドッキングを果たした。ISS のバッテリー交換などの作業で4回の船外活動を行い、62日後にオーストラリア付近上空でアンドッキングしてメキシコ湾フロリダ半島沖へ無事に帰還した。ISS に入室する電券宇宙飛行士でもマイナスには2011年のスペースシャトルの最終ミッション以来では、 初となるアメリカからの有人宇宙飛行であり、また民間企業による史上初の有人宇宙飛行でもある。NASA のダグラス・ハーリー宇宙飛行士が船長として、またロバート・ベンケン宇宙飛行士がもう一人の船長として登場して ISS へと向かった。宇宙船は5月31日14時16分に ISS にドッキングし、14時27分には固定が完了した。 打ち上げは当初27日に予定されていたが、熱帯低気圧による悪天候のため打ち上げ17分前に延期された。クルードラゴン宇宙船とファルコン9ロケットはどちらも再使用が可能であるが、でもマイナス2においてはいずれも新造された機体が用いられた。スペース X は3回目の ISS 有人ミッションとなるクルーマイナス2からは、 再使用した機体を使う可能性を示しており、NASA もこれを許可している。クルーマイナス2は2021年の打ち上げが予定されている。またクルーマイナス1は2020年の10月23日の打ち上げが予定されている。ありがとうございます。